じゃあこの広いお風呂入れよう。あー立つかな。こんにちは、アジーンです。今回は15ピースの食べられないマックナゲットを作ってナゲットパーティー、略してナゲパーしていきたいと思います。チキンマックナゲットが期間限定で390円だったので買ってきました。久しぶりにナゲット食べました。美味しかったです。でこちらのナゲットが入っていた箱をつなげると、どうやらナゲマンションっていうものがね作れるみたいです。かわいい。今回は2箱でね2階建てなんですが、公式さんはね4箱重ねて、隣にも4つあったからかなり立派なマンションになってました。でこれ横にこういう風に置いても、この一軒家が並んでるみたいな感じで可愛いですよね。いろんな柄がねあるみたいです。運よく違う柄をゲットしました。で今回はこの目がついたキャラクターを作りたいんですよ。この子たちそれぞれ名前があるみたいで、これがねミスターナゲシでこのなんか目がねちょっと死んでるっぽい、この子ね、この子はさすらいのナゲって書いてあるから、どっち、さすらいの投げか、投げ腹もあるんだよね、どっちだ、さすらいの投げか、形的にねさすらいの投げですね。でこのキラキラのね目が可愛い子が投げ棒、弟って書いてある投げ棒で、この2人が主役なのかな、投げろうと、そうだ主人公投げろうです、これ主人公だ、で投げ子ヒロインって書いてある。可愛いあこれだ、これがね投げ腹です。さっきのとねちょっと違うの、さっきの子とナゲットの形が違うんです。こっちがさすらいの投げ、この子が投げ腹、後輩だそうです。ラグビー部の後輩、通称投げビーブって書いてあるかわいい。で今回はこちらのナゲットを粘土で作っていきたいと思います。以前にもマクドナルドのものを粘土で作ったことがあるんですが、今回はねこのキャラクターにしていきたいと思います。まずはおなじみダイソーで粘土を買ってきました。もちっと伸びる粘土、軽量樹脂粘土を使っていきたいと思います。こちらの粘土はアクリル絵の具のイエローオーカーで着色していきたいと思います。とりあえず15ピース作りたいな。すごくこの絵の具が混ぜやすい、手がね汚れにくいと思います。少し色を濃くしたいのでアクリル絵の具のチョコレート茶色も混ぜます。これ今ねマックのホームページを見ながら参考にね色をしてるんですが、外はカリッとゴールデンブラウンって書いてある。ゴールデンブラウン目指しましょうなるかな、ゴールデンブラウンに。隠し味にイエローも加えます。隠し味じゃないかゴールデン感がねここで出るといいんですけど。着色が終わりました。いよいよナゲットの成形に取り掛かりたいと思います。このくらいかな。アルミホイルを取りますよ。そしてくちゃくちゃにする、シワがつくようにくしゃくしゃにします。投げろうを今作ってるんですけど主人公のね投げろうの形はなんかこんなような形になってる、なめこみたいな感じ。上
からアルミホイルを押し付けると。ただこの状態だとかなり不自然なのと、ナゲットっぽさがないので、ある程度ぐしゃっと結構強めに跡をつけた後、歯ブラシで叩いていきます。ただ歯ブラシも私あんまりこの歯ブラシトントンがあまり好きじゃなくて、フェイクスイーツでもこういう風に作ることってあるんですが、歯ブラシで叩きましたみたいな質感になっちゃうんですよね。だいたいわかるんですよ、歯ブラシで叩いたなみたいな。なのでこれを自然にします。細かく叩いていくと結構歯ブラシ感がなくなる気がします。こう一回トントントンって大きくやると、結構たわしとか歯ブラシのここが結構強いので、その跡がねつきすぎちゃうことがあるんですけど、細かく何度もこう叩いてあげるとそれが薄れるので、自然に保湿感がつくような気がします。私の場合はちょっとこの辺りが不自然なので鳴らします。どうでしょう、ナゲット完成しました。ここに目を描いていきたいと思います。白い粘土で目玉を作っていきます。でこの後黒の絵の具で目を描こうと思います。粘土を貼り付けました。今まだ乾燥していない状態なので接着剤なしでくっついてます。めっちゃ細かい。これナゲロウの完成です。ナゲハラがすごく気になるのでナゲハラ作りたいと思います。顔がね何とも言えない顔してる。よかったらホームページを見ながら動画を見ていただけると、このキャラクターの顔がわかると思います。ナゲハラ、でもここに載ってたか、これです。ナゲハラ、これナゲハラはね丸いナゲット。アルミホイルすごい。アルミホイルの上でトントンしてあげると、この裏の質感が取れずに両面こう型がついたまま質感がつけられるので便利です。手も汚れないし。投げ腹完成しました。投げろうと投げ腹かわいい。このねできた子はマンションの中にね住ませます。ナゲット15ピース完成しました。キャラクターは3つのみにしてみました。全部がこの箱の中に入ってるとちょっと怖いかなと思ったので、アクセント的にこの3つだけ顔をつけてみました。ではこの中にナゲットを入れていきたいと思います。いい感じにできたと思います。楽しかった。特にやっぱ顔をつけるのがね楽しかったです。どういう風に入れようかな。上の方にこの3個が来るようにしたいので、ああ。できました。この他にも期間限定のこちらのオマールエビソースとチーズフォンデュソースも作ってみました。木工用ボンドにアクリル絵の具の黄色とイエローオーカーを混ぜてあります。でこちらが木工用ボンドにアクリル絵の具のオレンジとイエローオーカーを混ぜました。オープン。かわいい。こういうナゲットが本当にあったらいいですよね。かわいい。顔がついてるだけでね一気になんか違いますね。じゃあこちらのオマールエビソースをつけます。おー、サンタさんの帽子みたいになっちゃった。できました。今回はスライムではないです。前回はシェービングフォームでシェイクを作ってポテトやナゲットを粘土で作ってます。よかったら過去動画もチェックしてみてください。
で、これこのまま乾燥させればこのボンドの部分が乾くのでアクセサリーとかいろんなものに加工できると思います。せっかくなのでチーズフォンデュもつけてみます。で、この箱に載っていた最後にね、このお風呂やってみたいと思います。あ、ちょっと湯が足りないわ湯が足りないけど可愛い。じゃあこの広いお風呂入れよう。あー、立つかな。よいしょ、できました。今回は粘土を使って食べられないチキンマックナゲットを15ピース作ってみました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。